それじゃカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴようにスムーズだ。スーコンでそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。つまり出るのはなぜか。この辺じゃないはずだ。ドキドキするぜ。自分が出て初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。交換の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでる。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学の集団って藤原が先行、差は開いてないぞ。だスタートからポジションが変わらず、相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だが、旧五線形だったのはむしろ強運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーと聞いてこんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさと無事に終わらせろ。俺何を言ってるんだ。もっとられてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦くんは考え違いをしているよ。命を懸けるってこういうことなんだ。だろう、こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、めちゃくちゃだけど早い。あ、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、うん、100万年会えば。あったったー、本拳の前に出てるぜ。行けよ、ナブヒカ。本拳の底力見せてやれ。五線が先行。菅田瀬信彦、このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかも。だぜ。どうに、くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。
けどこのポジション5000の挙動は丸見だ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんてただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよそんなの、藤原次第だ。さっきも心配ないって言ったぞ。そうよ。あ、全長25キロ、比較的短いです。先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の戦況は藤原なら十分チャンスがある。圭介、俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうか。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、阪急に手を完成で抑えてる。まさか音なのか。まもなく4番線に信彦が前なんだ。本当だ。よし、いいぞ。抑えてる。行けー。なんだ、信彦じゃない。これはどういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん。僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。見られないようついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々無用にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかしレールと車輪が鉄同士、摩擦が少なくてある程度の重量感で、ブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐが、上り勾配ではフロントに荷重を寄せきれず粘着力は少し、限界を超えた領域でのみ顔を乗せる。これが超軽量車体の弱点。つまり東急5000系は上り勾配の特に弱いってことだ。無助手のアドバイスもそういうことだったのね。アドバイス？何だ。チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。じゃないけど、ついていけないのは分かってる。だけど
しても長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。Okay.